Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. 皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は私の大好きなクリニークのクリスマスコフレを一足お先に公開レビューしていきたいと思います。今年気になってたんです、クリニークのクリスマスコフレ。気になるアイテムがいっぱいあると思うんですが、まずはチークポップホリデーコレクションからご紹介していきます。チークポップはクリニークでも大人気のアイテムで、私も普段から愛用して持っているんですが、じゃ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 ーん、見てください、この心躍るかわいいケース、めっちゃキラキラです。こっちのカラーは雪みたいでクリスマスコフレにぴったりだと思います。こういうラメ系のケースってラメが飛ぶことってすごい多いと思うんですが、全然ラメが飛び散りません。そういうところも嬉しいポイントです。では早速中身を見ていきます。2つのカラーに分かれていて、寒色系、暖色系のグループに分かれています。私も最近パーソナルカラーを調べたんですが、パーソナルカラー自身の知っていたり気にしている方最近とっても多いと思うので、大きく分かれていると捨て色がなくて済むので、そういうところもすごくいいなと思います。では見ていきます。まずこちらはクール系のお色です。どれもすっごく可愛くてとっても使いやすそうです。真ん中のパンジーポップは私私物で持っています。チークポップの代表格みたいなイメージがありますよね。パープルって透明感を引き出す色として使われることが多いと思うんですが、私も頬にこのカラーをのせるとパッと透明感が上がるので、そういう使い方をしています。クリニークのチークポップでも一番人気のカラーなんだそうです。両サイドのこの2色は日本では発売していないカラーで、左のこのカラーは限定発売したら即完売した幻のカラーなんだそうです。うん、わかる。すごく使いやすそうだし、重ね付けとかもしやすそうで、人気な理由がすごくわかります。もう本当に本当に可愛いし、この配色もうすごすぎます。最高すぎます。はい、もう一つのウォーム系のカラーはこんな感じで、温かみのあるカラーが揃っています。もう絶対どの色も単色でもすっごい可愛いし、重ねても可愛いカラーが揃ってます。ふんわりとチークを入れたい時にすごく使いやすそうなカラーが揃っています。最近イエロー系もトレンドでもあるし、ソルベポップは一気に旬な顔になれそうだなと思います。早速頬にのせていきたいと思います。こんなにカラーがあるからとっても迷うんですが、私は基本的にはイエローベースの肌なので、こちらは似合いやすいカラーが揃っていると思います。なのであえてちょっとこの青みっぽいこっちのカラーをのせていってみようかなと思います。ちょっとこのクール系なカラーが揃っているので、どんな感じかなと思います。まずこっちのバレリーナポップをふんわりのせてから、フェザーポップをのせていきます。なんかこの硬さがまたすごい好きなんですよね。こう粉っぽすぎないというかね、ちょっとこう固めで薄く重ねれば重ねるほどツヤとなんか色味が出る、この感じが大好きです。はい、塗っていきます。まずふんわり、単色でもすごい可愛いし、こうやっぱニュアンスカラーな感じがしますね。ちょっとこう色味がほんのり入る感じ。次にこちらのカラーを、入れてみました。
なんかすごい肌にも馴染みやすくて、こうクール系のカラーなんだけど可愛らしい印象にもなります。なんかすごい使いやすいし、うん、可愛いカラーだと思います。はい、こちらで仕上げにリップを塗っていきます。こちらはドラマティカリーデュファレントリップスティック17番のストロベリーアイスです。スキンケア成分が配合だからしっかり潤してくれるし、 3D パールも入っていて立体感のある唇にしてくれます。使いやすい色味だからどちらのパレットと合わせてもおすすめのカラーです。はい、塗ってみました。どうでしょうか。しかもこのパレットなんと4700円なんです。すごい。だって単色で買ったら一つ税抜き3300円なので、もうめちゃくちゃお得です。はい、可愛いパレットです。ぜひチェックしてみてください。続いてはじゃん、クリニックモイスチャーサージホリデーコレクションです。はい、こちらも私が大好きなシリーズです。今まで動画に何回も出てきてると思うんですが、こちらのモイスチャーサージ72が特に大好きで、乾燥する冬には大活躍します。スキンケアの一番最後に塗ると、潤いが続いている感じがしてとっても気に入っています。こちらがいつも私が使っているモイスチャーサージ72なんですが、そちらのモイスチャーサージインテンスになったバージョンもあります。乾燥がもっと気になる方にはクリームジェルタイプのインテンスがおすすめです。潤いを与えて肌を整えてくれます。もう本当にとっても乾燥しやすいっていう方はこちらの方がおすすめかなと思います。このモイスチャーサージ72ハイドレーターは体の乾燥した部分や爪の甘皮ケアにも使えます。まとまりのない髪を抑えるのにも使えます。5分間のパックとしても使えます。メイクの上から日中の水分補給としてマルチに使えるものになっています。この他にもモイスチャーサージシリーズがギフトサイズで入っています。はい、このお気に入りのモイスチャーサージがこのいつもの容量で入っているのにプラスして、その他のこのサイズはこれからたくさんあるイベントや旅行に持っていきやすいサイズなので、こちらのサイズもとってもいいと思います。こちらのモイスチャーサージと合わせて使うととってもいいクラリファイングローションに拭き取り化粧水です。古い角質をきちんと取り除くとその後のスキンケアの馴染みを良くしてくれるので、これをモイスチャーサージの前に使うのがおすすめです。特に冬は乾燥して古い角質が溜まりやすいので、そちらを取り除いて肌を滑らかにしてからしっかりケアしてあげると肌のごわつきがなくなって滑らかになります。スキンタイプに合わせて番号が選べるんですが、私は2番を愛用しているんですが、アルコールが苦手な方はアルコールフリーのタイプもあります。以上が一足お先にクリニークのホリデーコレクションのご紹介でした。もうすっごく素敵な可愛いアイテムがたくさんで、より一層クリスマスが楽しみになります。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。